ギリシャ神話の世界には太陽神アポローンがおられます。アポローンには妻のコローニスがいて子供を身ごもっていたのですが、アポローンの使いのカラスが自分の寄り道をごまかすため大嘘をついてコローニスに罪をなすりつけました。アポローンが激高し自らコローニスを殺してしまいますが、カラスの嘘がすぐにバレました。コローニスは死ぬ間際にお腹の子をお願いしますと言い残しました。そして取り上げられたのがアスクレピオスです。アポローンは子育てができないということで、アスクレピオスは馬人ケイローンに預けられることとなりました。馬人ケイローンは現在射手座にもなっている K
ケンタウルスと呼ばれる半人半馬の存在で、ギリシャ神話の世界で賢者と呼ばれるほどの英知ある人物でした。アスクレピオスはケイローンに育てられ、ギリシャでも一二を争う名医に成長しました。医者として活躍していたアスクレピオスはある日、死んだ蛇を見かけました。そこへもう一匹の蛇がやってきて、何やら葉っぱを乗せました。すると死んでいた蛇が生き返ったのです。その様子を見たアスクレピオスはその葉っぱを研究し、人間の治療にも役立てるようになり、とうとう死んだ人間を蘇生させるまでになり、史上最高の名医として世界に名を馳せたのです。この蛇のエピソードから、蛇は医術の神の使いであるとされるようになりました。ところがこれで困ってしまったのが死者の国、冥界の王ハーデースです。冥界に新しい死者が来なくなってしまったばかりか、すでにいた死者までも生き返って戻っていってしまうのですから、ハーデースはこのままでは死者の国ばかりか世界がおかしくなってしまうと大神ゼウスに訴え出ます。確かにこのままでは世界に人間があふれ返ってしまうとゼウスも危機感を覚え、ゼウスはやむを得ず雷撃でアスクレピオスを撃ち殺したのでした。そして医学の進歩に多大な功績があったとして、アスクレピウスを天に上げ、蛇使い座としたのでした。